コールドケース、長期間にわたり完全には解決していない犯罪、いわゆる未解決事件のことを指し、現時点で捜査の対象にはなっていないものの、新たな証言や証拠の掘り起こし、または新たな物証や犯人による動きなどによって再び動きが出る可能性のある犯罪捜査案件を意味します。2019年に令和を迎えた日本ですが、平成の時代に置いてきてしまった三大コールドケースと呼ばれる未解決事件、それが世田谷一家殺害事件、柴又女子大生放火事件、そして八王子スーパー南平事件。いずれも事件が発生してから約20年から25年が経過し、新たな証拠を見つけることは難しい状況と言えますが、警察は今もその威信をかけ捜査を継続しています。今回は時効撤廃のきっかけになったとも言われる八王子スーパー南平事件について取り上げます。1995年7月30日午後9時17分頃、東京都八王子市にあるスーパー南平大和田店の2階事務所内で、女性従業員3人が頭部を拳銃で撃たれ殺害されました。亡くなったのはパート従業員の当時47歳女性 I さん、そしてアルバイト店員だった当時17歳の女子高生 Y さん、同じく当時16歳の M さん。3人が発見された際、女子高生の2人は粘着テープで口を塞がれており、互いの右手と左手首をつながれ、お互いが向き合うような姿勢で倒れていました。また I さんは事務所奥の壁に寄りかかりながら床に尻をつくような状態であり、その現場は文字通り血の海だったそうです。本件はその現場の凄惨さや銃が使用された点、3人もの人物が犠牲になったことから、すぐに大々的に報道され、警察も犯人の特定に全力を挙げます。警察は当初強盗殺人として本件の捜査を実施しますが、犯人は店の売り上げが入っていた金庫には手をつけず、その他の貴金属類にも手をつけていないことから、強盗殺人のみに絞らず、怨恨による犯行の線も視野に入れ捜査を進めます。実は本件が発生する前に、本件とよく似た手口の犯行が現場となったスーパー南平の周辺で5件も発生していました。それらの事件はいずれも外国人による犯行の疑いが濃かったこと、また拳銃が使用されていることから、本件も外国人による犯行であると疑われましたが、これまでの事件と本件で決定的に違う点が一つありました。それは本件以外は命が奪われることはなかったということです。現場検証から銃弾は5発分発砲されており、使用された拳銃はフィリピン製。果たして強盗目的の犯行なのか、それとも怨恨によるものなのか。公訴時効が2010年7月に迫る中、同年4月改正刑事訴訟法が施行され、殺人事件や強盗殺人における公訴時効が廃止となり、犯人の足取りを追いますが、2020年現在まで未解決となっています。本件は捜査特別報奨金制度が適用されており、犯人が特定されていない事件としては最も古い事件とされ、現場に残された証拠やその後に発覚する数々の情報から、今でも様々な考察がなされています。果たして真相はどこにあるのか、明らかになる日は来るのか。それでは事件の詳細です。本件当日の1995年7月30日、現場となったスーパー南平から30メートルほどの場所で盆踊り大会が開催されており、普段は閑静な住宅街ですが、この日は人通りが多く、そんな中で悲劇が起こりました。女子高生の2人は一緒に祭りに参加するために同じバイト先の事務所で合流するのですが、閉店直後を狙ったと思われる犯人が事務所に押し入ります。すぐに女子高生の2人が拘束され、さらに I さんに対し金庫の鍵を奪い、暗証番号を聞き出そうとしました。しかし I さんは暗証番号を知らなかったのか、かたくなに教えなかったのか、しびれを切らした犯人は顔を見られたこともあり3人を殺害したと考えられています。この日はスーパーがセールを行っていたこともあり、事務所の金庫には売上金が約500万入っていましたが、金庫には銃弾の跡があったものの、鍵はかかっており、中のお金は奪われていませんでした。午後9時50分、本件が発覚。第一発見者は I さんの知人で、この人物は I さんから迎えに来てほしいと連絡があり、9時25分頃に到着しますが、なかなか I さんが出てこず、先に飲食店に向かったのかと思い店に向かうも、 I さんの姿はなく、その店のおかみさんと一緒にスーパーを訪れますが、一向に出てこなく連絡もない。このことを不審に思ったこの人物がスーパー南平の事務所に入ったところ、変わり果てた姿の3人を発見します。銃弾は合計5発分が発砲されたとみられ、当初は2発が I さんに、 Y さんと M さんに1発ずつ、そして金庫に1発とされ、この状況から強盗殺人の疑いが強いとされましたが、その後の捜査で金庫に放たれた1発は長弾であることが分かり、これは I さんを追い詰めるために足元に放たれたと思われる1発が跳ねて金庫に当たったということが想定されました。これらの状況から犯人の行動はこの
ように考えられています。 Y さんと M さんを拘束し殺害、 I さんを追い詰めるために発砲、 I さんの額に2発分を発砲し何も奪わずに逃走した。これをもとに警察は捜査を進めていきます。まず3人が襲われた事務所はスーパーの店舗とは隔離された場所にあり、さらに外にある階段を通る必要があり、また事務所入り口のドアは鍵がかけられていないことが多く、過去には泥棒が入ったこともありました。少し余談にはなりますが、もし過去の経験を生かし施錠をしていたら本件は発生していなかったのかもしれません。しかしながら犯人が閉店直後の時間に入ったことから、この犯人は計画的な犯行であったことがうかがえます。実は本件、犯人につながるとされる証拠が現場に残されていました。それは犯人が使用した拳銃とスニーカーです。まず拳銃について、実は過去に暴力団員が起こした事件で使用されたものと酷似していたそうです。酷似していたとわかるのは、拳銃で発射された弾丸には線条痕という跡が残り、それは拳銃の内部にあるライフリングと呼ばれる部分の形状から、拳銃によって全く違う跡が弾に残されるからです。このことから犯人は暴力団関係者と密接な関係である可能性が指摘されます。また警察はその線条痕から使用された拳銃がアメリカ製のコルト拳銃を模造したフィリピン製である疑いが強いと結論付けています。そしてスニーカーについて、現場にはスニーカーの跡が残されており、その数は約10個、警察はその全てが一致していると判断します。その後その靴跡を鑑定し、スニーカーの種類も2種類に特定、サイズは26センチでメーカーも2社のうちどちらか一方であることまでわかります。その靴跡は真新しい靴ではなく、植物の粒子や熱が加えられて溶けた鉄が付着していたことが分かっており、この溶けた鉄という情報から犯人は溶接作業や鉄工所に出入りしていた人物であると想定されました。警察はこれらの情報とこれまで周辺で同様手口の強盗事件が発生していたことから、本件は強盗目的の犯行である可能性が濃いとしています。しかしながら目的であろうとされる金庫や現場からはこれ以上の犯人につながる情報は得られていません。そのことから怨恨による犯行であるとの見方も考えられています。その理由がこれらです。 2,3 分という短時間での犯行であること、彼女たちの私物が荒らされていなかったこと、 I さんのみ高校生の2人と比べ時間をかけて殺害されたとみられ、さらには2発の銃弾を撃ち込まれている。実は I さんは本件が発生する直前、カッターの刃が入った脅迫文が送りつけられており、その中にはこのままだと殺すと書いてあったそうです。このことから I さんは生前に誰かから恨まれるようなトラブルを抱えていたことが指摘されています。本件は現場の状況や残された証拠以外に目撃証言も寄せられています。その中でも有力だとされているのが、本件が発生する直前に現場から約20メートルの場所で無灯火で駐車していた白い車がいたというものです。その中には白っぽい服を着た若い男が乗っており、さらに本件が発生した直後の午後9時15分から35分頃、現場から30メートル離れた交差点で一時停止を無視して走り去った白い車が数名から目撃されています。またこの時に目撃された運転手も白っぽい服を着ており、野球帽をかぶる25歳前後の男性だったとのことから、事件前後に目撃された車、人物は同一であると見られ、本件に関わった可能性が非常に高いとされています。しかし残念ながらこの白い車、そして運転手の若い男については特定できていません。まず強盗説はこれまで述べてきた中で最も筋が通っている考察と言えます。そしてその中でも中国人を含む強盗団による犯行とする説、これは2008年に中国にて覚醒剤所持の容疑で死刑が確定していた日本人男性が八王子の事件に関する情報を知っていると中国公安当局に話したことから浮上しました。その後の2009年9月、日本の捜査当局がこの男性と面会すると、この男性の驚きの素性が発覚します。なんとこの男性は計17件の強盗事件を起こしたグループのリーダーだったというのです。このグループは日本人と中国人で構成されたもので、このグループのうちの一人が本件の実行犯を知っているかもしれないという話をしました。しかしこの男性は2010年4月9日に刑が執行されます。捜査当局はこの男性からの供述を頼りに実行犯を知っているかもしれないという一人の中国人の居場所を突き止めます。2013年11月、カナダで暮らしていたこの中国人男性の身柄を日本に移送し逮捕します。しかしその後この中国人男性は本件について語ることはなく、偽装パスポートの罪で執行猶予付きの有罪判決、カナダに強制送還されてしまいました。そして最後が怨恨説。怨恨説の
の詳細に触れていく前に一点、これから話す内容は被害者のことを悪く言う意図はないということをご承知おきください。怨恨説が囁かれたのは被害者のうちの一人、愛さんに脅迫文が送りつけられていたことから始まりました。本件が報道された際、愛さんは介護福祉士を目指しながらスーパーで働くという至って真面目なイメージがありましたが、愛さんのこれまでの経歴を調べると驚きの事実が明らかになっていきます。愛さんはこのスーパー南平には本件が発生した7月から働き始めました。それまでは夜の街でホステスとして10年以上働いており、最終的には自身の店を持つほどになります。またそのお店はすぐに繁盛し、八王子では名の知れた店になっていました。しかし愛さんの経営方針から客とのトラブルが絶えなく、警察を巻き込むことも少なくありませんでした。その原因のほとんどがぼったくり、そのことから客足は次第に遠のき閉店、そしてスーパー南平で働き始めることになるのですが、愛さんのホステス時代の振る舞いに恨みを持っている人は少なくないと考えられました。また愛さんはある愛人との関係を解消するための手切れ金として5000万もらえるといった話がありました。しかしそのお金が払われることがなかったために、そのお金の回収を不動産会社社長の人物に依頼します。その後この人物が5000万を回収するのですが、なんと愛さんには1円もお金を渡さず、大きな金銭トラブルに発展していきます。この不動産会社社長は暴力団関係者とのつながりがあり、愛さんもうかつに手が出せない。そこで愛さんも別の暴力団関係者に依頼し、金銭の回収を企てます。その結果、不動産会社社長の家には銃弾が撃ち込まれるなど、かなり危険な状態に発展。最終的には愛さんに5000万支払うとの約束で和解となるのですが、愛さんの口座にはそれだけのお金が動いた形跡は一切ありませんでした。ここまで来ればお分かりだと思いますが、つまり本件はこの不動産会社社長の愛さんに対する金銭絡みの怨恨が動機であるということです。しかしこの人物には当日のアリバイがありました。ただしこの人物は暴力団関係者とつながりがあり、そして本件に使用された拳銃、これまでのことが事実なのであればかなり怪しいと感じざるを得ないのではないでしょうか。強盗説、中国人を含む強盗説、そして怨恨説、どれも可能性としては捨てきれないものであり、警察はそのどれもの可能性も否定せず必死に捜査を進めます。しかし犯人の特定には至らない。そんなもどかしい時間だけが過ぎていく中、2015年の2月、衝撃的な進展がありました。それが1億分の1の男、実は本件で高校生の2人を拘束するのに使用された粘着テープには犯人のものと思われる指紋が残されていました。その指紋とほぼ一致する人物が特定されたのです。ほぼと表現したのは、指紋を照合する際12点の特徴が一致することで1人の人物の特定に至るとされているのですが、この人物は12点ではなく8点の特徴が一致していることが分かりました。その確率はなんと1億分の1。この確率を犯人に違いないと捉えるか、それとも当時の世界人口が約56億人であることから56人のうちの別人だと捉えるのか、はたまた粘着テープに指紋が残されていたからといって犯人であると断言するのは時期尚早だと思うのか。残念ながらこの8点の特徴が一致した指紋の持ち主はこのことが分かった時にはすでに亡くなっており、警察の調べではこの人物は本件が発生した際勤務先のタイムカードで打刻していたことが分かっており、時間的なアリバイが成立、犯人ではない可能性が非常に高いとされています。平成の三大未解決事件の一つとされている本件ですが、実は今年2020年の7月末に急展開を迎えることになります。それは11年前に逮捕された暴力団関係者の男が所持していた拳銃と本件で使用された拳銃が高確率で一致していることが判明したのです。その証拠となったのは線条痕、さらにこの人物が所持していた拳銃は別の拳銃に見せかけるために表面が偽装されていたことが分かりました。この人物は本件への関与を否定し、拳銃の入手ルートについても誰にもらったかは絶対に言えないと黙秘を続けています。さて皆さんはここまでの内容から犯人は一体誰なのか、どのように感じられるでしょうか。ここから先は私の考察となります。これから調査すべきと思うことも含めてまとめていきます。まず私は本件が一人での犯行だとは思っていません。実行犯は一人かもしれませんが、他の人物の存在を匂わすものが残っていることがその一番の理由です。そして実行犯は誰かから依頼を受けたプロ、もしくは暴力団関係者、誰かから依頼を受けた人物による犯行、つまり本件は愛さんに対する怨恨によるものと考えます。誰が依頼したのか、トラブルを抱えていた不動産会社の人物は動機があると言えますが、
動機から犯人を特定する、その危うさは以前の動画でも話した通りで、また愛さんは過去の振る舞いから他の人にも恨まれている可能性は否定できませんので、現時点では断言することを控えさせていただきます。そして最後に触れた今年7月に判明した本件で使用された可能性の高い拳銃を持っていた人物、この人物こそが本件の犯人であるかもしれませんし、そうでないとしても本件に関して何かしらの情報を持っていると推察します。拳銃の入手ルート、現在警察はこのルートを特定することについて捜査を進めているのですが、私はこの人物と愛さんとトラブルを抱えていたと思われる人物との接点の有無についても捜査すべきと考えます。いずれにしても7月に発覚した新事実は本件の真相を明らかにする上で非常に重要な手がかりであると言えます。3人もの尊い命を奪った凶悪な犯人は誰なのか、野放しにしておくわけにはいかない。真相を明らかにすることで被害者たちの無念を晴らす、必ず悪は明らかにされると信じ続報を待ちたいと思います。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。